株式会社立基地は日本の京都市下京区に本社を置く日本企業、陶磁器の販売会社である。創業は法歴2年とされる。京焼だけでなく全国各地の陶磁器を仕入れ販売しており、2021年現在全国の百貨店などに30の店舗がある。このような一般消費者向けの販売の他に企業向けにノベルティ、 反則品や業務用食器の企画、販売なども行っている。また、かつては京都市の繁華街である市場通りに面した位置に本店を構え、ギャラリーや陶芸教室を併設するなど文化活動も手掛けていたが、2011年7月には本店を閉店した。陶磁器製品の売上高が200億円を超えていた、国内でも数少ない会社の一つであり、 特には食器の業界では突出した規模の存在である。しかし、1999年3月期以降は長期借入金が増加し、1999年と2001年に早期退職者の募集を実施。同時期には金融機関から事業計画の策定を求められた。2011年に金融機関からコンサルティング会社を紹介されたが、2012年に 当時期から鉛が検出されたほか、下請け法違反で公正取引委員会から是正勧告を受けた。2013年3月期には本社ビルを売却したため黒字に転換したが、2014年3月期は再度赤字に転落した。このため立ち基地は2015年4月、投資ファンドであるニューホライズンキャピタルが設立した同名の新会社に全事業を譲渡し、本店を 路面店に戻すことを含む再検索が発表された。旧社の岡田隆幸社長は、事業上と当日、従業員に対して、残念ながら、新会社に移籍できるのは、従業員の7割ほどです。部長以上の幹部層の方々は移籍できません。また、人事評価が悪かった方も移籍できませんなどと、説明していたという。これをもって263年間続いた。 同族経営に終止符が打たれた。旧社は新社への譲渡と同時に株式会社市場、富野工事へ称号変更され、2015年5月19日に解散を決議。市場富野工事は同年7月15日に京都地方裁判所へ特別生産を申請し、後に特別生産開始決定を受けた。市場富野工事の負債は約28億円。 市場富野工事は2017年1月13日に法人格が消滅した。下請け会社に支払うべき代金の価格を不当に減額するなどしたとして、厚生取引委員会から2012年3月2日に下請け法違反で勧告を受けた。市場富野工事に関するカテゴリー、ありがとうございます。